辛いという字はもうちょっと頑張ると幸せという字に変わります。風来七里は人間にはミスがつきものです。
皆さん方のテーブルじゃない、皆さん方のね、愛を歌おうの神が言ってませんか、言ってますよね、言ってます。すいません、平均年齢高いんで照明明るくしていただきますが、はい、お願いします。その裏を見ていただきますと、先ほど北先生がおっしゃっておりました、ご協賛いただきました皆さん方のお名前が書いてございます。何かここでまた、関係があるようなことを皆さんご要望でしたら、それぞれの会社の方にまた、お頼みをいただければ大変嬉しいなと思っております。その表の方が愛を歌おうという今日のタイトルのテーマソングの、歌詞が載っているわけでございます。今日は4月29日皆さん方新の石をとご承知でございますが、世界で2大イベントが行われております。一つはこの岩倉の愛を歌おうでございますが、もう一つはイギリスの王子と、ケントさんの、はい、ご婚儀でございます。同時進行で今行われておりますわけでございますが、どうぞ記憶の中に留めておいていただければ大変嬉しいでございます。どちらも愛がつきものということでございまして、愛を歌おうを皆さんとご一緒にここで、出場されている方と一緒にですね、大きな声で歌っていただく。音響さんお待たせいたしました。それでは愛を歌おう、よろしくお願いを申し上げます。